はい、金物やばいっす。はい、おはようございます。金馬センターです。今回はですね、僕初場所です。人生初、三重県の松蓮寺ダムに来てます。まあ、あの夏のバックウォーターってやつですね。まあ、おかっぱりで攻めるんで、まあ、実質多分できるの、まあ、やるのはこういうバックウォーター系だと思うんですけど、まあ、なんか食わせ方見つけれるかなということで、まあ、でかいのを狙う、まあ、でかいのしか狙わない釣り方で展開していきます。木村健太、独創的かつ繊細なストロングメソッドを駆使してフィールドを攻略しまくるスタイルはまさにキムケンスタイル。活躍の場はバスフィッシングの本場アメリカにも及ぶプロアングラー。鋭い観察眼はルアービルドにも生かされ、人気アイテムを数多く制作する人物。今回のロケ地は老舗リザーバー松蓮寺ダム。難しいことでも有名なフィールドで戦慄のデカバス連打撃を披露する。まあ、釣りを始める前にいります。ここ、はい、遊魚券絶対いります。まあ、プロショップ勝木さん、まあ、釣り屋さんでも購入可能ですんで、あの、まあ、日券1日1000円なんで、1000円でゴジャップ釣れるかもしれんから頑張ってください、買ってくださいということで頑張っていきます。朝一は基本的にね、僕はあの舐めてかかりますということで、あの、まあ、舐めてかかるというか、これマジ釣れるんですよ。 NZ クローラーで釣れる気しますということで、まあ、あの多分ね、これ激浅なんで、そんなにあのパッと見どこにでもいるっていうほど甘いフィールドじゃないんですけど、まあ、とりあえずカバーとか絡めるひょっとしたらってことで、まあ、こういう下とかを狙っています。どうやって入れるやろ。ちょっと流れに乗せて右に反らしつつみたいな。あれ、こう動いた。これちょっとね、 NZ クローラー多少チューニングして低速でも動きやすくはいじってるんですよ。まあ、もうこれゆっくり巻いてなんぼですよ、僕の今のところ知る使い方としては。何も出てこないな、とりあえずは。こことかでバーンとか出てくれたらラッキーでしたが、無理でした。引っかかってもうたかな。はい、というわけで潰れました場所潰しました。わ、結構下水あんな。ちょっとこっちからも一応投げ直しとくか。うわ、めっちゃ釣れせんよ、この下。今の出てこないから多分おらんけどな。少なくとも餌食う気のやつはおらんような気がする。流れ聞いてるんでかなりゆっくり引けますね、これ。あ、でもここは立ったらあかんな。うわ、ここやばいやん。上からこの隙間から吊るしたら出そうっすね、これ。ちょっと後で時間置いて。あ、バスいる、バスいる、バスいる。動かないで、全員動かないで、全員動かないでください。俺が動いてもたわ。ギャン逃げやがな。最悪。これアユ食ってんのか。ね。食うたら神神やで。今変にいるは言えん方がいいと思うよ。そこにおったんかよ。さすがにこの直後にルアー掘ったらもう釣りしてますやんってバレる。これはないわ。今ちょっと触らん方がいいですね。ちょっと下行きましょう。先入ったら壊せるかもしれんけど、こんなんじゃないぞ。この手前の部品寄せますわ。この線か、それじゃ。あ、するな、やっぱ。おお、食うやんか。
ソロしたら生きよるやんか、やっぱ失敗すんのか、下手くそ。あ、食ったな。おしゃおしゃおしゃ、持っていけ持っていけ持っていけ持っていきよらへんか、持っていけ持っていけ。今食うてるんですよ。どこまで食うた。よっしゃい、やっぱ吊るしやった。おい、イエーイ。ええサイズだった思ったより。ってことはもう一匹もでかいな。まあまあ金庫13インチ吊るしでペチャ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 ってやったら、今ね、あの食うてたんですけど、片っぽだけずっとこうやっとって待ってたんですよ。ああ、なんとかなった。でかいですね。はい、ルアーでかすぎじゃなかったっす。いや、バックウォーターキンク13インチ鉄板です。あ、51あります。参戦初少年期朝一50センチラッキーやろうです。今ね、パコーって尻尾くわえてずっとこうやって撮ったんです。合わせたらあかんでしょなんてめっちゃ待ったったんですけど、金空ね、多分相当13インチ声心地ええらしいっすわ。あのぶっちゃけね、もう完全これこぼせやなってやつ以外琵琶湖でもどこでも話されたことないんですよ。もう完全口入ったなってなってから合わせて、まあ、がっつり乗ったって感じだったんですけど、まあそういうことするときに、僕ぶっちゃけ今12ポンドやったら多分切れてたかもぐらい入っとったんで、50アップなんで、ね、20ポンドっす。はい、 LINE で見切ったとか言ったらもうこれありえへんじゃんこれね12ポンドだろうが20ポンドだろうが、あのこのパワーで寄せてるんで、どっちでもいいっす。はい、間違っても5ポンドとかでやらないでください。危ないっす。多分ね、こっち側に差し切ったタイミングやったらさっきみたいにイケイケなんですよ。裏側におるときはまあまあ、うん、なやつおれへんやろみたいなリアクションなんで、多分こっち側からアプローチするのが本来正解なはず。なしかあのルアー見せたらあかん系なのは間違いないですね。ええー、とこおるやん。あいつでもさっきの金庫に、あ、やばいやばい、お、やばっす。OK、 反応せんようになってる。あ、するやん。こいつちょっととろいな。あいつの方がイケイケやったな。あ、こいつちょっと遠くから見るタイプや。一応ね、やっぱ沈め方逃げはせへんですね。むしろこれぐらいずっと近づいてきてるっす。じわじわじわって。ちょっと一回自ら上げたろ。あのちょっと左目で見てる感じわかります。右奥。なんかスイッチ入れる方法あるけどな。ただある程度で興味失えるんですよ。細長系じゃないかこいつは。ちょっと隠しといてからの、じゃなかった完全違ったこれやっちゃいけないサイドフィッシングですね。はい、ちょっと待って、一か八か攻撃してみますわ。なんか魚っぽかったらビシャ生きよるかもしれない。どこ行った？おーおお、ええー、とこ行くやん。ええー、とこ行きますやん、ラッキー。逃げるか食うかどっちかやと思う。あの岩と岩の、あ、いいか。おお、反応するやん、行くやんこいつ。あかん、見切りやった。くっそ、今行く流れやったんですよね完全。これ魚やな、魚系やな感じ。あの岩の裏にまだおると思うんですけど。もうあかんか。
つはでもなんかスイッチあるな。なんかエビっぽいもの隠しといて通りすがりにピンみたいな、多分そういう話やねんけど、ほんまはね、持ってきてないっす。あるものでなんとかする。多分この足場めっちゃ普段からやられてんやろな。一回見ていきよう。よっしゃ、もうちょいや、もうちょい頑張れ。よっしゃよっしゃ、いったいったいった。え、こういうのキムケンでやる？魚系なのも分かったけど、あかんわ。スラスイもつるす？そうやん。つるすい。つるすい。つるすいやっぱ効かへんな。インクは買えない。こいつ完全サイズで選んでんな。でも買っててね、小さくてもあんま魅力なかったらいかないんですよ。なんもないんだよ。だってカバンの中に金空と金空13インチとブルフラゴッパチと坂又8ですよ。もう確かになるべく着水ケーキ朝からの原因って感じじゃないっすもん、こいつ。あ、見た。あ、動かしたらない。こいつ、顎いがんでんで、ほんで。自分、顎いがんでんで。エビ食ってんな、これ絶対に。何それ、バリ見てるやん。動かしたら逃げんやろ。ほんでほら、和んできよったっすこいつ。ちょっとボックスを軽くしようとして減らして、あ、悪いこと考えた、悪いこと考えた。で、唯一ボックスに入っていた小さいもの、イボクシャッターです。一発勝負です。多分逃げてまうか食うてまうかどっちかやと思う。どこ行った。ちょっとね、僕がリグリ変えてる間に、ちょっと元気出してたという情報が舞い込んでまいりました。おー、いるやん。なんかね、岩にこう隠して、隠しすぎた、隠しすぎた、挟まった。後で撮ります。はい、失礼しました。隠してプルンってやろうとしたらね、隠れたっす。要はあの、プルってなったら、あってなりよるタイプらしいっす。さっき釣った方は、何しか水面でべちゃべちゃ、プニプニやられたら、反応するタイプやったんですけど、こいつはちょっと、似たような顔しとるけど、ちゃいますね。こう、からの、バックラした。ライン落ちて逃げたか、こいつ。オッケー、また、濁りが出そうなった。ここへ、オッケー、一発勝負、来い。はい、失敗。はい、失敗。はい、失敗。リアクション型じゃありません。あ、見るわ、こいつ。
脈あり。これ MR で隠してやった方がいいかな、岩の隙間とかね。バチっていった方がいいかも。ちょっとね、距離が微妙に、鋭角度で引けへんねんな、そこおられると。あの角追い込まさなあかんな。バンカーだよな。こっちからじゃ甘いねんな、多分アプローチ。砂煙立たへん。あ、食いそうやな、こいつ。あ、惜しい。ちょっと砂に隠したいんですけどね、砂が。あんまり、ええ砂じゃないねんな。生きよるかも。もうちょい左通したい。うわ、濁りが食いそう。あかんって、お前。でもこの直後は結構スイッチ入るんすよ。あかん、むずっ。濁りが暴れるとちょっとその後スイッチ入んねえけど、大体。うわ、その隙に全然関係ないところでブルーショール。スズメよ、スズメバチよ。ちょっと待ちましょうか、あいつ。ちょっと反応する動きがあるんですよ。砂ガシャガシャ。あっしゃ、くった。あっしゃあっしゃ、ナイスナイス。おしよ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 っしゃー、ナイスナイス。食ったわ。一番上の流れのとこから乗せてきたら食いましたわ。いや、やっとこさ。こいつ時間かかりました。リボクシャットで砂をね、ガーってかき混ぜてやると結構反応するやつやと思ったんですよ。てか、これが一番小さいわ。私は僕のボックスに入ってる中で。イエーイ。すごいな、これ小レンジ出たら50アップですよ。はい、50あるかな。あ、あるある、余裕や。50、52ですね、多分。はい、52でした。50アップしか釣れない。場所を移動してまいりました。橋脚がらみブレイクですね。向こう側がこうグーって深くなってるタイプのとこで、もうなんかジャバーンやりたいなということで、信頼と実績の NZ クローラー行ってみます。はい、今年からです、信頼しだしたのは。羽物自体こう触れるか。はい、結構ね、虫食ってるやつだろうが何だろうが動かしてまいよるか、これ。でかいでかい、あいつでかい。あいつはでかい。ちょっと待ってくださいね。もう羽でしか持ってないんで、羽でトライします。ちょっと待って、そっちか。あ、見よったな。うわ、頭いいやん。コバスワッシャー来たけど、これじゃなかった、これじゃなかった。失礼。ちょっと置きます。
こういう展開。わあ、向こうボイルしてるやん、もう向こうさえじゃねえこれ。なんか木がらみで虫食ってる感じでしょ今。向こうさえ、逆さえ絶対降りれへんけど。あ、なんか増えた。ルアー大きなった、なんかルアー大きなったね、これ。なんかルアー大きなったね、これ。大きいのしか釣れへん言うたよね、俺。ルアー増えたっす。ほぼルアーっす。あれ、俺もうちょいでかいの出ると思ったけどちょっと不思議な一匹でした。行きましょう。別のバックウォーターにやってまいりました。まあここも見るからにいいですよ、ね、見るからにいそうなんで、まあ当然私の、一番信頼を寄せるキンク13をリグっておりますが、ちょっといきなりこれ入れちゃうとちょっとプレッシャーかかったらかなんので、さっきちょっと表層からやってからこいつをとどめ的に入れようかなという順序でね。あのいきなりルアーガーンで見せたらあかん方は終わりやから、まあ、ちょっと先に NZ クローラー入れときます。頑張ります。ちょっとどれぐらい深なってるのか分からへん。うわ、ベイトおるやん。どっちかというと流れに乗せたいですね、これ。なんか魚見えはしないですよね。そんな深ないんかな、意外と。この泡の下やばそうやね。おらんか。この泡の中めっちゃいそうやね。あー、ついてきてる、ついてきてる、出る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 。あー、クソ、見切られた。見切られた、見切られた。おるやんか、すぐそこにおるんすよ。長物嫌いか、お前。長物行こうか。嫌いか、長物。結構賢いな、ここのやつ。ちょっと群れでうろうろしてる感はありますね。こっから転がしてきたら来るかも。ちょっと頭良さそうな動きしてますよ。ちょっとイボクシャド MR で、まあ浅津単 SR なんですけど、今度は MR でちょっと 下見とったんですよ今。なんかこの壁際の浅いところに通るベイト食ってるのかも。スピードで騙す。はい、今回持ってきたるはこれで全部です。はい、まああの正直初めてのフィールドなんでイメージはほぼないんですけど、まあ前もって聞いてた情報としてはクリアです。で、まあおそらくバックウォーターパターンっていうところやったんで、まあぶっちゃけ今となっては、まあスピニングがあればあと1本ぐらいずれたかなっていうぐらいなんですけど、まあおそらく逆にこういうパワーのあるルアーですね、を持ってきてなかったらもっと超過下がってたと思います。なんで、あの、僕的には手は尽くしたかなと。で、あの、まずどういうコンセプトなのか。今日の僕の一日がね、まあ少年事故初めての場所ですけど、聞いたことある名前ですね。あのメジャーフィールドです。楽勝じゃないなっていうイメージがあったんで、引き出しを開ききらないといけないっていうことで、
まずイメージしたのはフォールベイトの場合どうなるだろう、あのでかいやつを食わす、まあプレッシャーかかってる、こういう場合はまあブルフラットでももう5パチ行きたいなと、もう5ジャップいるって聞いてたから見たことないわ、もうこれちょっとでかいけどいっちゃえっていうパターンで食わすか、こいつですね、僕のもうどこ行っても信頼と実績のキング13インチ、これはもう夏のバックウォーターパターン、うなぎ絡んでるもう無敵っす、一言で言うと。ただまあ今回はあんまりドストライクじゃないかもっていう感じですね。まあ釣ったは釣ったけど、まあでもこいつはもうほんまに夏のバックウォーター持っていっててください、絶対釣れるから。あとまあこれアユとかそういうピンピンっていう系かなっていう時に、まあおそらくアユと同じサイズのルアーをアプローチしたとしても、まあでかいのは出せへんなと。でまあ往々にして大体アユがいるってことは、まあそれを捕食してるもう一回り上のサイズのベイトもいることが多いので、まあそっちにイミテートして、魚としてはバ8インチで、まあ対岸のシェードとか人が入れれないとこまで飛ばせる強みがあるので、魚としてはバ8インチで、さらにちょっと水面直下にリアリティが必要やなっていう時用のスライドスイマー175、まあジャーキングカスタムですね、僕がいろいろチューニングしたバージョンで、いやこれいるけど壊せれへんなっていう時にスピードに頼りたいっていう時に動くシャープです。これはもうあのスピードが出せる、まあクリアウォーターであっても、まあ、スピードに頼って壊せれるっていう意味合いで、イボクシャッド用だけにバーディコンを持ってきてます。まあラインはフロロ12ポンドでギアヒン7で、もうなるべく早くガーッと巻いて、もう砂煙立てながら見せないようにしてリアクションバイトが出せるで、やっぱり僕はもうとどめやなと思ってたもうこの2つ、トップウォーターでかい系、何へ言うてもトップ最強です。ちょっと吊るせるものがあるんやったらフロッグも出してこようかなと思ったんですよ。トップなんですよでかいの釣れるのっていうのも、やっぱりあのフォールベイトが封印されてしまったコンディションってやっぱりもうルア見飽きとるんですよ。もうルアペチャンってついて水面からちょっと入った時点で目線に入るんで、バスのね目線に入ってくるともうええってっていうのが多分ほとんどの日本のメジャーフィールドのバックウォーターのバスのコンディションで、まあそういう時にやっぱ虫系とか水面ピクピクっていうのと、まあ裏側にあるものって言ったらやっぱりビッグベイターやと思うんですよ。で浮くもので、この2つのキーワードっていうのはやっぱりあのどこにいても常にストロングで、言ったら浮いてるっていう時点でもうどうしてもバスの目線の死角を攻めてることになるんですよ。でまあ逆にこれ下で表現するならこれかなって思ってたのは、砂煙でこう下の四角上の四角これを両方使えるんで、まあ、あのやっぱりど真ん中ボンっていくからには、まあ、パワーのあるのはキンコとか、まあ、ブルフラット坂又、まあ、これぐらいパワーが必要で、下の四角上の四角を使うならスピードが出せるシャッドで引きつけれる魅力のあるトップウォーターっていう結論になるんです。なんであのおそらく、まあ、僕の引き出しの中で人の取れない魚を取れるセッティングとなってます。これはあんまやりすぎん方がいい、ね、やっぱ表層で勝負した方がいいかな、出るまで。待った方がいいですね。なんかこの辺回ってまいよってんな、ちょっと深いとね考える時間与えてまうから、あんまりベストとは言えないかもやけど、どこに動いた？あ、おたおたおた、上がってきてる。これ、あ、そう後ろ行ってもだ。むずいなここ。あ、出る出る出る。おっしゃ、よし乗った。よっしゃよっしゃ。サイトやんかこれ。完全サイトやんか。よっしゃ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 。うっしゃ。ナイス。サイト跳ね物。イエーイ、でかいな。いや今のもう振り返ってでも食いに来よったっすわ、まあ、逆に返って後ろ通ったから着水気づかねえんでよかったんかも。 A サイズ、いや楽しい。やった
あーことごとくでかいですね、バックウォーターの魚大好き。お、50あるわ、51、50アップ3本目むっちゃおもろいやんこれ正直ね、こんな釣れると思ってなかったです今日はい、びっくりです。というわけで、今回は夏のバックウォーターでした。絶対こんなやつおらんはずないけど多分何やわからんけど食うてまいる。まあ一概にマッチダベイというても多分そういうアプローチね、ここも先先行者の人いはったんで誰かしらやってたと思うんやけど、多分そういう次元を超越したトップウォーターマジックですので、サイトでも釣れてまうもんな、こいつ。なんかゆっくりあんなにもじゅもじゅされたらもう食わなしゃないわみたいな、でもそんな食い方です ね、何見えんねんっていう話だけど、こうなってるだけです。不思議な物体です。ええー、とこ入らへんね、まあ、割とこの出てすぐぐらいが勝負。あ、出そう、あいつ出そう、あかんか、あかんか、見切るか、おい、あいつでかいな。ちょっと待って、これはこれ以上追わしたくない、ちょっと戻らしますわ。まあなんとなくちょっとね、今分かってきたのが、あそこが一番ストライクゾーン狭いですね。あの吐き出し流れ出したすぐ手前の激ヤサの部分、あのハンプのトップであればもうベタベタなんでもういっちゃえみたいな感じで食っちゃうんですけど、あんまりついてこせちゃうと、離れちゃうとやる気なくすんで、なるべくあの木はもうあのザーなってる際で食わしたいんですよ。でそこをなるべくゆっくりゆっくり引いてくるっていうのがどうもコツっぽいですね。まあ今やってみてなんとなく手応えが分かりました。ここここ、あ、ベリア、あ、あかんかん、あかんかん、くえ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 、あかん、もう慣れてきよったなこれに。あー、いろいろ、あ、くそ、あー、くそ、おもろすぎるやろこれ、あかんやろこんなおもろいの、あかんやろ、ほら手前来たらもうテンション下がるよるとなんで、あそこでは多分あいつら全員魚追えへんって分かってるはずなんですよ。もう逃げられるわってなっとるんで、あそこやね、やっぱもう一回戻れ、あっちここやね、結構ピンポイントやね、もうちょこちょこちょこバンぐらいでいてほしいんだけど、あー、またついてきたけど、あかんなこいつら、賢くなってきたな、一回ちょっと慣れられてもうたから、ちょっとルア変えますわ、カラーローテーションしてみたいと思います。ちゃうやつ、なんか白系も試してみます。色違い。ここ完璧やな、もう。流れの出方といい。あんまでも同じとこ投げすぎたら、あんまよろしくないかな。慣れてきてまいよな。違うな、そういう問題じゃないな。え？ついてた今。あ、ほんまや。てってねー。この辺から結構ついてくるやつおらんかな。やっぱ朝ないとでもよう追い込まるじゃん。ああ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 。なんか DVD のワンシーンみたいになってるこれ。ほら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 。うわっしゃい、よいしょい、こいつの方がでかいんちゃうこれ、よいしょ、でかっ、おでかっ、マジでマジでこれやばない、 NZ ナマズのやつやばないこれ、あの僕がすごいんじゃありません、ロアがすごいです、僕じゃないです、ロアっす、ロア、はい、4本目ですよ、50アップ
僕じゃないですよ、あのロアがすごいんです。はい、こいつやばいっす、やばいっす。いやすげえわ。はい、金物やばいっす。はい、測ります。でか、55ありますね。こっち閉じを開き55。はいね、ちょっと見切る感じのやつやったんで、まああの四角じゃなくてもう上で騙すしかないなっていう判断で表層を使ってみました。まあ表層マジックですね、これが一番ストロングです。もう一回あの流れ出し入れてみようか、ここ。あかんな、ついてこさせてもうたらあかんねんな、これ多分。あれぐらいスイッチ入ってるタイミングにバシャー入らなあかんねんな。手前で金庫とかで来ないかな、一回ちょっと試してみる。一頭だけにしときますわ、これは。見切られたら終わりやが。あかんか、やっぱ。うなぎ食うてないんか。よっぽどやな。うなぎあかんのか。でも一応見に来るのは半端なく見に来るんですよね。うなぎあかんか。ってことはやな、もう一個手があります。これも結構本気、ラストですよ。ラスト引き出しですよ。ブルフラゴンパンチ。はい、これであかん方はもうトップでやりきるしかないです、正直。だいたいこういうとこ金庫多いんやけど、13インチとか無敵を誇るんですけど、誰かやりまくってんの可能性なくはないですね。ではやってみます。ブルフラットにウェイテッドピアスヘディ、思ったやつでもう流れあるんで、これで5人ぐわーって水かましちゃいます。まああのテキサスとかでもいいっちゃいいんやけど、こっちの方がこう綺麗にボトンまでグライドしていってくれるんで、これで反応するんやったら一撃やと思うんだもん。ああ、今なんか当たったな。豚かもしれない。違うかな。これ一撃であかんかったらやめといた方がいいかも。あかんか、これでもあかんか。ほんまにトップでしかあかんねえな、これ。ナマズのやつですわ、完璧に。ナマズです。完全に。ちょっと一回滝の方やってみます。やっぱ浅い側に追い込ました方が話早そうやな、こういう。ここここ。あんま深いとこでやっぱベイト追い込めへんから、浅いとこで食うんちゃうかな、結局。あかんか、あんまりやな。ベイトはめっちゃおるけど、こっちはね。出た、ちっちゃいなこれ、ちっちゃいちっちゃいこのサイズか、泡の中におんのちょっとちっちゃかったっすわ。まあまあちっちゃい言うても A サイズやけど十分。泡突き破らせバイトでしょ。こういう感じで流れに乗せて
結局どんだけ時間稼げるかよ、一頭で。もう普通の軽いクローラーベイトやとこんだけ水かませれないんで、流れの中で多分でかさゆえに水かましちゃんと泳がせれんねんけど、一本おるわ、流れに乗っとるあいつ、餌マッチング、流れに乗ってるやつやったらな、騙せると思うんだけど、無理か、あいつそういう、そういうやっちゃうか、そういうやつ違った、あ、そういうやつや、そういうやつや、そういうやつや、かい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 、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、やっぱ流れに乗ってるやつやで、これ、あ、これもでっかいわ、マジで、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、おい、サイト、完全サイト今の、そういうやつでした、ゴジアップ、リミットメイク、イエーイ、そういうやつでしたね、はい。いや、えぐいですね、羽パワー。なんかもっと早くやっておけばよかった。まあでもこのデカさやろな、多分キーは。もう完全サイトでも取っちゃいます。他のも全然見切られてたけど、ちょっとパワーが違いますね。はい。53ですね。53.5 ってとこかな。うん、53やな。はい、53センチ。ナイス。今ね、さっきまでとちょっと足場を変えて、魚がずっと向こう側で食わしてたんやけど、こっち側にペタッと一匹浮いてたんで、まあもう浮いてる状態で食わせる状態なんですよ。なんでちょっと足場を変えて、より長くめちゃーってこうしつこくしつこく引いてこれるアングルに移動して通したら、もうサイトで食いました。ルアーパワーです。キムケンがすごいんじゃありません。こっち入ってくるやん、これ多分。ここで待った方がいいんじゃね、下流行くより。なんかベイトバッサー入ってきてますもん、あのアサリが超えて。ここめっちゃ楽や、なんもせんでいい、なんもせんでいい、気持ちまかな、なんで。ここあんまつかへんのか、ほんで何見えんのか誰か説明してほしい。今年の僕の MVP ロアですね、 MZ クローラー。なんかついてへん、なんかついてんな、あれ、あ、ついてんな、はいはいはい、はいはいはい、怖へんか、ちょっとちっちゃいな、あいつら、うん、ちょっとちっちゃいわ、絵でも、絵で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 、やる気まんまや、おう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 、止めたらあかんねん、あれ、ちょっとちっちゃかったですね、ほっといたろ、狙ってるやつじゃないっすわ、どんだけ贅沢やね、普段やったら、あー言うてるんで。いきます。おー、ボイルした。あかんのかい。あー、ついてきてる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 。あー、行って前。あそこで行ってほしかったな。そこで行ってほしかったな。今完全に、あ、ゆくったな。見えたっす。ちょっとね、今使ってるうちにえらいアクションが変わってきたというか、まあ釣ったり、こう物にカチャーン出たりとか、結構際どいとこ攻めてるんで、まあ、結構羽の角度が変わってきちゃうんで、この羽の付け根の部分をちょいちょいこうやって、フライヤーで角度調整して、まあ、僕は結構ほぼ水平に近いぐらいの角度で使ってるんですけど、デッドスロー仕様ですね。そんなにクロールさせるっていうよりかは、こう、トポ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 ぐらい。これぐらいで使いたいんで、結構あの広げ気味、こういう感じでちょっと調整していって、まあほぼ水平に近い感じかな。で僕はさらにこのアームをちょっとこうクッと
こうねじってカーブさしてホーム系にでちょっとパコッ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 て出るように今のところ調整して、まあ、これがベストかなと思って使ってます。まあいろいろお好みの感じにしてあげてください。バイ渡辺君。ああここにおるな。相手なんかでも今スイッチ入ってるタイミングちゃうな。単純にこれ僕が言わしすぎてんのもあるかもやけど、単純にタイミングな気もする。先ほどのスクールじゃないもんな。浮き方が違うもん。ちょっとおう今の濁いやな。ボイルショット5位でした。あ、ついてきてるわ。出そう出そうこいつ出そうこいつ出そう出てまい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 。あかんのかい、あかんのかい。もう一回浮いてきた。あかんのかい。後ろに反転させて気づかした方がいいかもしれない。こいつでかいぞ、しかも。あー、でかいでかい。おっしゃー、くっそ。ほらね。浮いてた、食いよるんですよ。あー、スイッチ入っとるわ、まだ。どうすよ、多分。あれ、あかんか。今、完全にスイッチオンタイム。どこや。今のでかかったっすね。まあまあでかいです。浮いてへんか今。違うか。浮いてるな。あれぐらいまで浮くまで待った方がいいかも。ややこしい。どんだけイケイケやねん、こいつ。ここの浅いとこに刺してたら、結構楽勝っぽいんだけど。見えへんねんな、ちょっと石で。あー、ついてるわ、ついてるわ。ちょっと待って、これペタペタまで持ってこなんの。この石一回乗り越えさせたな。スイッチ入らへんかったな、さっきこうぺちゃんと越えさせたら裏回ってきよう。回ってきたとこでもう一回ぺちゃん。小さいなこいつ。やる気やけど並走してくるだけ。小さな絵やった。もう食わへん感じやもんな、何も。あ、一匹おる。やっと見てた。なんかあのストロングカレントに流したいな、何かを。多分でもウェイテッドのあれぐらいしかあそこにビシャー入れれるもんないからな。ブルフラやな。ちょっとブルフラってみます。ちょっと上で反応なくなったんで、いよいよホールしか晩酌はつけていんやけど、そういう問題じゃないような気もしつつも、まあ、ドリフト最強、ブルフラーかなーって感じで今落としてみてます。完全に水位下がったからちょっとビビってどん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 一段一段下がってきてるんですよ、魚。なのでちょっと応用編的にやってる感じです今。どんどん水位下がっていったもんな。見る見る。一応追ってるやつはおるな。
見に来るやつおるな、多分。なんか。ああ、あ、ここでボイルしたな。あれ回り込めんのかな。ここ結構僕個人的に気に入ってるんですけどね、あの流れに対して向こうやったらアゲンストでやらなあかんねんけど、流れに対して投げなあかんねんけど、こっち側流れ使えるんで楽なんですよ。で A コースこうやってこう調整しながら引いてこれるから、結構ね、あのこういう跳ね物とかやるとき流れをかなり使えるツールやし、さらに移動距離を抑えれるじゃないですか。なのでまあ非常に効果的なシチュエーションなんですけど、あんま反応ないね今日。めっちゃ便利な流れやねんけどな、これ。ちゃうらしいよ。うわ、あの岩の裏通したけどな、ちょっと文豪やな、あれは。ここやったらどうや？ここやったらいいね。ちょっと流れのせいの。ちょっと今日やりの。浅いとこで追い込まして、ポン。あれ、あかな、でもついてこへんな全然。あー、ついてきた。おーおーおお、くうたかな、くうたかな。ああ、バレた、バレた、痛い、刺さった、刺さった、ジーパン越しに刺さった、最悪。差し切んのも怖いな、これ。どっちに行こう。ほんで、その針もう一回使うんかいっていう。時間ないから使います。あいつを釣りたいな。もうおらんか、あいつは。まあ、本来の少年事故の一発だったんですよね。はい、というわけで、満足してます。5ジャップ5本釣れてますんで、まあ、楽しかった。純粋にあの思った以上にポテンシャルのある湖で、まあ、また来たいなと思うんですけども、まあ、今回に関しては本当にあのバックウォーターパターンにスパンとハマってたんですけど、やっぱりあの場所ごとのルアーの使い分け、まあ、魚のタイプごとに使い分けるっていうのがすごい肝だったかなと、より跳ね物系が好きになる一日でしたね。はい、あのちょっと前まで苦手やったんですけど、もうナイト釣れる気せへんようになってきました。ということでありがとうございました。